はい、本日はですね、いつもはこういったサッカーシューズばっかり取り上げてるんですが、今回はこのマーキュリーウェイパーイレブンの広告とクリスチャン・ロナウド選手が使っているシックスパッド、買ってみました。お値段2万円ぐらい、すげえ高いっすちょっとじゃあ、こちらの方の商品説明をしていきたいと思います。で、シックスパッドなんですが、基本的には電流によって筋肉を無理やり動かして、で筋肉を発達させるっていったような商品になってます。で、ちょっと開けていきますね。で、こちらの商品は、よく、そういった似たような商品ってあったんですが、あんまり、効果がなかったりとか、逆に、痛かったりっていうのがありました。電気の周波数がちょっと強すぎて痛いとかといったことがあったんですが、今回それがすごい改善されてるっていった商品になってます。これですね、ボディフィット、シリコン製の素材になってまして、体にピタッとフィットするっていったような商品になってます。はい、で、中入って一緒に入ってるものなんですが、説明書云々関連はまあいいでしょう。この辺はいいでしょう。で、電極パッドシート、これはちょっと後で説明します。で、これ、こいつを使うために、ジェルパッドが必要なんですね。これですね、一緒に同梱されているジェルパッド。このジェルパッドが、が粘着シートになってまして、で、これが電流を通す、そして、水分量を一定に保つといった素材になってます。なので、こういう風にして、こういう風に貼る。で、そしたら筋肉が動く。まあ、電源入れたらですけど。っていったものになってます。で、このジェルパッドを保管するために、まあ、ここに保管しといてね、ペタペタって貼って保管しといてねっていったようなこのシートですね、なってます。で、これがジェルパッドですね。で、ジェルパッド、だいたい30回ぐらい使ったら、だんだん粘着力取れてくるらしいです。はい。で、なので使い勝手が悪くなります。あと、まあ、効率も良くなくなってしまうので、こちらのベルトで固定してあげるってこともできるようになってます。なので粘着力弱くなってきたらこれで固定してねっていう話ですね。はい。で、これまあ一応旅行とかでも使えるように持ち運び式のこんなのもついてます。これにこいつとこいつとこれを入れてあげて旅行先でも使ってくださいみたいな感じですね。はい。で、こちらの商品なんですが、非常に優れているのは、今までの同じような似たような製品と違って痛くない。で、しかも効果が出やすい、効果が出やすい、なぜかっていうと、こちらは速筋アプローチしていく、商品になってます。で、速筋にアプローチする、どういうことかっていうと、イメージとしては陸上選手の、100m の選手とマラソン選手をイメージしていただいたら分かりやすいと思うんですが、陸上選手みたいな体になります。だから陸上、間違えた、 100m の選手みたいになります。だからスプリント力とか速筋、一瞬の瞬発力がつく、そういった筋肉にアプローチをかけるものになってます。チキンに働きかけちゃうと体、要するにマラソン選手みたいな方向になっちゃいますので、別にムキムキにはならないよって話なので、速筋に働きかけて、しっかりと引き絞るといったような商品になってます。で、これのすごいところっていうか、まあ信頼性高いところは、まずはクリスチャーノ・ロナウド選手が、開発に参加していて、しっかりと、使われてるっていうところがまず一つ。まあね、ロナウドが使ってるから使ってみようっていうちょっと安直な考えですが、まあ試してみてもいいんじゃないかなっていうふうに考えてちょっと買ってみました。で、もう一つは京都大学の大学院の教授が、おすすめというか、まあちゃんと聞きますよっていうことを言っているそうなので、ホームページにちょっと書いてます。なので、こちらもちょっと一回試してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったので試してみます。はい。で、これちょっと一月、3ヶ月ぐらい使わないと、効果出ないそうなので、ちょっと使っていきます。で、3ヶ月後また、まあ、ちょこちょこレビューをしていこうと思います。今腹筋力入れてこんなんです。横にと前にで3回ぐらい使っていく予定なので、だいぶプニプニになっちゃったな。はい。なので、今後ちょっと使っていくレビューの方を動画とかブログの方でしていこうと思うので、お願いいたします。じゃあまた今度、使った感想とかも載せますのでお願いいたします。